竹ののののの作品の魅力の一つにそポポッッププささっていいうのも挙げられるかなと思いますポップさ堅苦しくなくてねめちゃめちゃ親しみやすいんですよ、まあ、今の言葉で言うと絶妙に緩いこのゆるさっていうのがね当時の人たちにもめちゃめちゃ受け入れられて人気になったんじゃないかなと思いますで面白いのが竹久夢二の作品っていうのは多くが出版物を通して発表されたんですよ要するに部数があるメディアに印刷として出されることで一般大衆にも広まってマスを取ることができた というふうに言うこととができると思いますこの構造っていうのはね、浮世絵と似てるんですよ、浮世絵、江戸時代のね。江戸時代っていうのは、アカデミックなところで言うと、加能派とか土佐派っていうのが肉質画とかで頑張ってたんですけども、マスは取れなかったんですよ。なぜかというと、部数が少なかったから。で、それに広るがえて浮世絵っていうのは、すり物で大量にすることができて、安価で配ることができたので、一気に大衆に広がって、ポップカルチャーとなったっていうところと非常に似てるなと思います。